サッカー愛する皆さん、スポーツを、そしてアビスパ福岡を愛する皆さん、こんばんは。今週もユーストリームインサイド福岡の時間がやってまいりました。司会の中倉です。よろしくお願いします。あれやし、サッカー愛する皆さん、おー、びっくり、びっくりびっくり。はい、はい、RFC チアリーダーの沙織です。よろしくお願いします。それから天神きらめき通りをお歩きの皆さん、はい、どうもこんばんは。こんばんは。今週もユーストリームインサイド福岡やっております。はい。秋でね、だいぶ涼しくなってきましたんで ね、涼しくなってきましたね。ぜひ足止めていただいて、はい、お時間のある方はお話聞いていただければと思います。はい、ぜひお願いいたします。それから、1周年を迎えました焼酎バーシュートでご覧の皆さん、どうもこんばんは。こんばんは。ね、いつも話してますけども、はい、今日そのインサイド福岡の放送日にですね、はい、シュートでこう飲んでいただくと、はい、その半分が我々の、ね、運営費に回していただけるという、もう本当にありがたいお話をいただいておりまして、はい、素晴らしいですね。ですから今日もぜひ、ね、皆さんのシュートで、飲みながら、これから、ね、残業して家帰ったんじゃ間に合わないなという人はもうシュート行っていただいてですね、はい、シュートでもこの放送見れますので、ぜひ、ね、楽しんでいただければなと思います。はい。対象商品は、シュートっていう焼酎ができたのよ。お、新しくできたんですね。できたできた。で、麦もあるし、芋もあるし、はい、あとアビーとビビーのカクテルなんでね、うん、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ちょっと待ってくださいね、電源がね、はい、外れちゃったんで、よしと、はいと、はい。じゃあ早速、あ、はい、安永さん、また今日もご覧の、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、まあアビスパがね、はい、J1 昇格も完成なくなってしまいましたし、はい、天皇杯も昨日でね負けて、まあ終戦ということになってしまいましたんでね、はい、今日1時間たっぷりかけて、アビスパ福岡の話をしたいなと思ってますんでね、ぜひあの皆さん、パソコンの向こうからいろんなご意見をね、聞かせていただければなと思っています。ただね、1時間で終わるのって言ってる、あの聞かれたんですけどまあなかなかった、あの1時間じゃね、こう話し足りないことあると思うんですけど、まあ、時間限られた中ですけどね、今日駆け足でやりたいと思いますね。アビスパ11、ユースケさんもいらっしゃいましたね。あ、こんばんは。あと、マナさんも。あ、マナさん、どうもいつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。まあ、いろんな問題もありますけども、はい、まあね、最後まで、一生懸命試合ができればなと思ってますし、応援できればなと思ってますね。その辺のこともいろいろ話ができたらなと思います。ところで沙織ちゃんは先週から、はい、実習、ね、そうです、今実習に行ってまして、うん、今母性の領域にいるんですけど、はいはいはい、まあ、赤ちゃんたち、はい、GCU って言っている未熟児の赤ちゃんたちがいるお部屋で今ちょっと実習させてもらってるんですけど、うん、なるほどなるほど、もうかわいいかわいい、その朝たちの代わりにミルクとかあげてるんですけど、うん、はいはいはい、もう実習の記録は大変なんですが、もう実習やってる最中は、うん、もう可愛くてもう、はい、実習ワースト一通り全部、ゼロ、全部の会議ますね。あ、なるほどね、はい、あ、そうか、看護師さんって特にどこって決まっ、そうです、お医者さんみたいな感じで何かとか、うん、特にそういう担当の科は特にないので、うん、全部行って自分が合ってるかを選ぶという、就職にはですね。なるほどね、はい、あ、でもね、就職するときにそうもいかないこともあるわけでしょ。そうですね、その実習で自分に合う子を顔を探すのも一応目的でもありますね。自分はどれに合ってるのかなみたいな。なるほどね、はい、まあ、一口でお医者さんといってもね、いろいろ科目があってね、 はい、それぞれね違うから大変でしょうしね、はい、なるほどね。じゃあ、1年間でしょ。そうです、1年間。じゃあ、まあ大変ですけど、そうです、ユーストのアシスタントしながらの実習もしながらで忙しくなりますけどね、はい、ぜひ頑張ってもらってね。はい、ぜひ皆さんも応援を皆さん応援してください。お願いします。あの、調子悪くなったらどこの病院行ったらいいですか。あの、聖マリア、はい、聖マリアへね、はい、ちょっと具合が悪いなってことは聖マリアまでちょっと足を運んでいただいてね、はい、ちょっと遠いですけどね、全然来てください、はい、いますので。あ、それからケロさんも来ていただきましたね。 ありがとうございます。こんばんは。これグルーペさんもね、いらっしゃいました。こんばんは。どうも、こんばんは。じゃあ早速、はい、アビスパの話をする前に、はい、ちょっと週末の試合と天皇杯を振り返ってみましょうかね。そうですね。まずは週末の、岡山戦からですね。はい、じゃあこちらがまた第37節の試合の結果となっております。はい、あ、負けてしまいましたね、2対1。これね、前半に2失点したんですけど、もうこれがもう全てだったと思いますね、うん、特にね、1点目が前半3分だったかな、
これでねちょっと勝負は決まったかなって思いますね。あのこの試合の岡山はもう自陣に引いてて、でもうカウンター狙い、一発カウンターみたいなね戦い方してたんですけど、前半それにまんまとハマって、特に先制点なんかはですね、まさに向こうにやりたいような形でやられたというところがねありましたね。まあ一つ一つのところやっぱまたミスがあったりなんだりしたんだけれども、やっぱりちょっとそのなんていうのかな、脆かったかな。あのね、岡山はねとにかくね引いといて、はい、持ったら前線に長いボール当てる、あるいはボールを前に向いたら両サイドがですねもうすごい勢いで駆け上がってきて、でそこにボールが出てもシンプルにクロス上げられてみたいなね、2点ともそんな感じでしたけどね。それとねすごいねアウェー感感じるサイド、確かね3000人いなかったと思うんだけど、はい、とにかくねなんかすごい岡山盛り上がってて、スタジアムに、これ2時キックオフでスタジアムに着いたのが僕たち11時半とか12時前だったんだけども、もうそのスタジアムの周りにねかなりの岡山のサポーターの方がいて、まああの津山っていうところでやったんですけどね、はい、ちょっと岡山先、ちょっと違うところですね、うん、違う、うん、で年に1回その津山っていうところをやるんですけど、はい、山の中の町なんだけども、はい、あの美馬坂市っていうのがすぐ隣にあってね、うん、温泉で有名な、はい、で美馬坂市から美馬坂ご当地アイドルも来て、おあの5人で踊ったり歌ったり、はい、で食、あの食べ物もねすごいいろんなものがねあったりでね、はい、あの本当盛り上がってて、なんかちょっとねアウェーの人にとっては嫌だというか、うあのアウェー感があるなという感じでしたね。まあ詳しくはまたね、あとこれから全体振り返りますからね、はい、その時話したいと思いますね。で天皇杯なんですよ、はい、これ昨日あって、さっき勝ちは分かれないのでちょっとフリップ作れてないんですけども、はい、3対1でしたね、負けてしまいましたね。これもねもうあれですね、あのどんなことやったと、あの見た感じ大宮はですね、はい、あのアビスパのちょっとうまいバージョン、うん、試合 の似てる感じ、もう似てる感じでもうミラーゲームみたいになってましたね。要するにあのボールポゼッションのチームなんで、うん、こうボールとか持つんだけれども、はい、前に来れない、だからちょっとプレッシャーかけてるともう横パスかバックパスしかない、まあ、アビスパの悪い時はよく似てて、でボールは向こうが持ってたんですけど、お互い危ないシーンもなく、うん、シュートシーンもなく、まあいわゆるジャイアントキリングっていう下のカテゴリーが上のチームに勝つには絶好のシチュエーションだったんですね。なんとなくのらりくらりやって0-0で、延長もあるかもしれないなみたいな感じで、アビスパにとってはまんまとそういう感じだったかなと思いましたけど、これもあと触れますけどね、やっぱ前半のロスタイムにね、はい、もうこれで終わったなと思った時にえっていう感じで点取られて、これがやっぱ全てだったですね。あ、まあ、どうもねこのゲーム運びがうまくいかないっていうところがあってね、これは本当に非常にね残念だったなと、思いますね。でちょっとね、はい、選手のコメントあ言ってこなかったかな、ですね、はい、山口選手にもねちょっと話聞いたんですけど、はい、やっぱその前半の最後の失点があると、はい、でただねもう本当にそのリーグ戦からね、はい、見てもそのしょうもない失点ばっかりだと、で今回も自分たちのミスで、で最後はねコーナーキックから、こぼれたボールはこうつなげられてっていうか、もうこぼれたボールを何となくゴール前に入れられちゃったら入っちゃったんだけど、山口選手曰くもう今がロスタイムだと、でセットプレーだと、だ絶対に最後まで集中しようとみんなで声を掛け合ったのに、ゴール前にそのこぼれ球が入ってた時にみんなでお見合いしたと、うん、本当に情けないっていうふうに言ってましたね。でこのままだと誰も納得しないと、はい、で応援してくる人には申し訳ないし、自分たちのプレーでも許さないということで、ね、とにかく残り5試合しかなくなっちゃったんですけど、もう自分たちの気持ちを見せるってもうそれしかもうないですっていうようなね話をしてましたね。オズマール選手が1点返したんだけど、はい、オズマール選手もそのチームのために全力尽くしたんだけども、こう2点目ね2対1になって攻めにかかったところ、やっぱりこれ88分だったかな、うん、終わり間際に3点目取られたんだけど、ね、もう3点目取られて悲しかったと、まあ、そんなことをね、言ってましたね。
まあ、この辺もね、あの手の早も岡山戦も、まあ、流れとしては今までのリーグ戦と同じような展開で、はい、まあ、それを後からまとめて触れたいと思いますけれども、はい、どうしたかなというか、もったいないなというか、寂しいなというかね、そういう試合でしたね。で、特にこれ千何人だったかな、今日全然手元にもう慌ててきちゃって記録持ってないんですけど、非常にね、人数少なくて、観客も1200人でね、また熊谷のね、はい、その競技場が、はい、あれ、なんか聞いたらですね、こう災害の時の避難場所になるらしい、はい、で、自衛隊のヘリが飛んだりするんですよ、で、とにかくブワーッと広くて、はい、その真ん中に陸上競技場とドームがポツンポツンとあって、だからもうとにかく広いの、だからね、僕は、取材終わってちょうど10時半前にスタジアム出て、でタクシーどこで拾ったらいいんだったら、タクシー乗ればあるからって言われて、はい、出たはいいけど明かりが全部落ちてるんで、はい、右も左も何も見えない、本当に。で、足元が見えない、そんなに暗く、で遠くにポツンポツンとなんか明かりが見えるけど、はい、もう足元見えないし、でなんか確かあっちがタクシー乗り場だったなみたいな、本当にもう、目見られても分かんないからなんとなくみたいな、ちょっと怖かった。市街地からちょっと離れたところにあれみたいな、タクシーで2000ぐらいだから5キロぐらいですかね。おー、星が、そう、星綺麗に見えた、プチ情報見ました、星が綺麗、いいじゃない、ロマンチックだいやいや、あの時暗くとロマンチックも何も本当に真っ暗でね、なんかとにかく当たり広いなと思ったら、まあそういうことらしいんですけどね、はい、でもなかなか、晩はねちょっと一人で飲んでましたけど、はい、ここのグルメを気取って、どうもね、いつもはご当地もの食べるんですけどね、はい、で試合前はご当地も食べたんだけど、はい、卵食べ放題の熊谷うどんの店ってのがあって、はい、で卵ご飯付きでね、卵ご飯には卵も乗ってるの、はい、で卵食べ放題って言われても、はい、どうやって卵食べるのかとね、はい、思ったけど、卵かけご飯の卵をご飯半分残して、せっかく食べ放題だって無理やり卵を食べて、はい、でせっかく食べ放題だってうどんにも入れて、はい、もうコレステロール満点で行ったんですけどね、帰りはね、どうもね、昨日はちょっと熊谷を感じたくなくて、なぜか熊谷で馬刺しの、しかも九州のね、はい、お料理がいっぱいあるところでね、飲んでましたけどね。まあ何とも言えない一日でしたね、昨日は。ということで、まあ、はい、とりあえず順位を見てみましょうかね、はい、天の、リーグ戦ね、はい、こちらが順位となっております。これ37節終了時点の順位表ですね、甲府が勝ち点77で、もう甲府はあと1つだったかな、次で確か勝負が決まると思いますけども、はい、やっぱり後半戦のまくりがすごかったですね、2位以下は相変わらず大混戦で、はい、2位は湘南が64、京都が64、千葉が62、大分61、横浜が初めて6位に入って61で、続いて東京60、山形57、栃木56、岡山ぐらいまでかな、55、可能性があるとしたらですね、15位徳島は、まあ、去年昇格からして下に注意して入れてますけどもね、京都のところに赤丸がポチッとついてますけども、はい、京都の1試合紹介試合が少ないんですよ、これ、この1試合分がどう出るかですね。まあ負けてマイナスにはならないから、まあここへ来てちょっと有利かな、どうかな、あとはもうスケジュールの問題ですね、その分スケジュールが詰まるから何とも言えませんけどね、はい、だけど相変わらず混戦です。栃木がね、ジョイと対決で2連敗しているので、来週、今週末栃木、そうです、そうですよ、栃木は今度の試合もう正念場なんでね、ここで勝っても、はい、気合入れてきそうですね、くるくる、ここで勝ち点落とすと栃木もちょっと難しくなるんでね、あとは分からないですね、これ本当。あと九州 方面では10人が北九州、ただね、ライセンス取れなかったんで、来年度はちょっと昇格、はい、プレーオフ入っても6位に入っても出れませんけれどもね、順位が熊本、17位が福岡ですけども、福岡もちょっと九州勢の中からも離されたという感じですね、熊本と、まあ、勝ち点9差ありますからね、残り5試合でひっくり返すのがかなり厳しいですけど、まあ現状そんなところかなということです。じゃあ今栃木に走ってましたけど、今週末はじゃあスケジュールを、はい
はい、こちらがスケジュールとなっております。はい、はい、アビスパ福岡対栃木 SC ですね、はい、10月14日日曜日、はい、この時期ですけどナイトゲームですので ね、お時間間違えないようにお願いしたいと思います。レベル5スタジアムでいつものようにシャトルバスが日銀前とか博多バスターミナル、福岡空港の4番出口とか出てますので、ぜひねご利用をお願いしたいと思います。まあだけど涼しくてね、観戦するにはいいかもしれない、ね、いいですよね。あの暑くなって応援するにはね、汗もそれほどかかないと思うんで。でもみんなお昼遊んだ後に来ればね、そうね、来ればいいですからね。あ、それがいいね、絶対ね、うん、みんな仲良く来てください。そうです。だからあと言いますけど14日のインサイドの今年度最後の号が出ますんでね、はい、ぜひそちらもお買い求めいただいて楽しみながらね、応援していただければなと思います。はい、はい、あ、続いてます。あ、いろいろ来てますね。今日多いね、今日はね、みんな、うん、どこからどこまで行ったっけ、さっき、ずっと下がってヒロさんいましたね、ずっと下がって、ね、ネタロウさんも、そうですね、ネタロウさんからかな。そうですね。ああ、マナさんね、最近は前半開始直後の視点は確かそうですね。あと、ネタロウさん、それからいろのり H さん、あやさん、モンジュさん、博士さん、たたきかつおさん、はい、あかりさんかな、はい、それからあだあおたあおたんまんさん、あおたんまんさん、はい、今日多い、ありがとうございます。どうも皆さんありがとうございます、嬉しいですね。ですね。あ、ネタロウさんがまずアビスパは J2 残留を確定させないといけない。そうですね。そうなんですよ。これね、あの J1 昇格ができなかったからといって J2 残留が決まってるわけじゃないんですよね。まだ下ね。これね。そうです。だから本当今はね油断できないんで、ちゃんと自分のことをしっかり捉えてね、戦わなきゃいけませんけどね。そうですね。やっぱりこう先ほどの昨日言った天皇杯でも、うん、負けてしまいましたし、 そうですよね、そして、ね、そう先ほどネタロウさん言われた通り、うん、ね、もう J1 昇格は、ね、来年に期待することしかできないの で、 そうですね、ここまでのアビスポをどう中村さんは見られていますかね、うん、そうですね、はい、ね、もうみんな同じこと言うんですけど、やっぱり、ね、やりたいサッカーが見えない、うん、で何をしたいのかがよくわからないなというか、よくわからない、伝わってこないなっていう感じですね、はい、正確に言うとね、はい、でね、まあ、一応ね、どういうサッカーを目指しているかというと、言葉で言うと、攻守にわたって主導権を握るサッカーって言われてて、多分というかね、まあ、春先の練習キャンプとか春先の練習とか見てる感じでは、とにかくボールを渡さないサッカーを志向している感じがしますね。だからその例えば同じポゼッションって言ってもね、例えば京都の大木監督のようにこう狭いスペースにこだわってね、そのテンポの良いパスで無理やり狭いところ抜いていくとか、そういうポゼッションとはちょっと違って、とにかくボールを持っている。で、春受けた印象は早く攻めないなって感じ、ゆっくりボールを持っていてですね、ゆっくりボールを持って無理なら戻して、やっぱりボールをずっと持っていて、でとにかく相手の隙が出るまでボールを持って、隙ができた瞬間にスイッチを入れて、ゴールを向かう。ですから、どういう、それだから意味のないロングボールだから蹴らないですね。こうロングボール蹴るときっていうのは、もうそこ裏へ抜ける一発とかね、そういうときは蹴ってましたけど、それ以外はほとんど蹴らないっていうことで、どうでしょう、僕はね、リトバルスキー監督のやつとサッカーによく似てるなっていう感じはしてました、正直言って。だから何戦だったかな、パス25本つないで1点取ったことがあるんだけど、はい、おそらくあれがアビスパのベストゴールなんじゃない、やりたいサッカーからしたらね、それが一番いいサッカーじゃなくて、要するにボールを渡さないでずっと持ってる、で無理なところで仕掛けない、だからあんまり面白くないかもしれない、面白くないっていうか、球種は速いサッカーが多いんで、そういうのというとちょっと違うかもしれない、ね、迫力感がそこまでないという、うん、でリトバルスキー監督の時のベストゴールも僕は思ってるのは、はい、札幌戦にやっぱ十何本続いて、うん、続けて点取ったことがあるんだけども、その時も縦に行ったボールは最後の2本だけ、うん、残りの10本はただもうただただひたすらこう横に回して、相手がずれるでしょ、でずれるタイミングがおかしくなるのを待って、空いた瞬間にポンポンと2本伸ばせて点取った、
だからそういう試合なのかなと思ってましたけど、ただそれがゲームの中で見えてこないんですね。で今振り返るとね、この何て言うんだろう、37試合でも、僕の見る感じだと3回ぐらいやらなかったと思うんですね。前半戦その点が取れずに引き分けてた時っていうのはもう持ってるばっかりでこう縦に仕掛けられない。でそれがもう最初の課題になって、前半戦の最終戦ですかね、横浜戦の時に非常に縦に速いサッカーをやって、それからしばらく縦に速いサッカーがずっとついてた。でなかなかボールを持ってなくなって、はい、まあ、そこにオズマール選手も入ってきたりなんかして縦が速くなって、うん、ですね、でところがこの前の横浜 FC 戦でオズマール選手を先発から外して、また少しゆっくりの、うん、こう少しゆっくりボールを回すサッカーに戻したっていうところがあってね、うん、その辺がちょっとね、チーム自体も悩んで迷ってるんじゃないかなっていう感じはね僕はしますね。それともう一つはもう今シーズン話す上で絶対外せないのが、はい、とにかくその古賀選手の言葉を使えば、はい、ありえないミスとか、うん、ありえないプレーが毎試合起こる。でしかも得点の選手じゃなくって、いろんなところでですよね。私もずっと見させていただいたんですけど、うん、あらみたいな。そうでしょう、ね、多いですね、みたいな。昨日もね3点目かな、はい、真ん中向かってクリアした、うん、ゴール右サイドでボール争ってたんだけど、それを、自陣のゴール前に向けて真横にクリアしたもんでそれ当然相手に取られてそこでっていう、うん、まあ多分ね今絶対誰もやらないプレー、うん、いわゆるもう中学生でも高校生でも絶対しないプレーなんだけど、もちろんそこへ蹴った選手が知らなかったわけじゃないんだけども、はい、なぜかそういうことがね起こります ね、うん、これがもうずっと一番最初に目についたのが、はい、京都とアウェーで鹿児島でやった試合ですね。4対2で負けた試合が4点ともその時はこんなことになると思ってなかったん で坂田選手もJ1 ならこの4点はどの1点もないって言ったぐらい、うん、笑いながら言ってましたけどね、うん、J1 じゃこの4点絶対ないですとか言ってたけど、そこから始まって昨日もまたあったってことでね、まあ、これが印象かな、ね、今シーズンのね、どうですかね、いろのり H さんもそうです ね相手にミスが出るまで待つ間に自分たちがミスするパターンばっかですよねっていう、そうですね、で昨日の1点目もミスっていうんじゃないのかもしれないけども、明らかにそのなんていうかな、こうセットプレー、コーナーキックのこぼれ球から崩されたというよりも、はい、なんとなく向こうが真ん中向かってポコッととりあえずそっちで蹴ってけみたいなボールが入ってきて、なぜかボーッとお見合いしちゃった。多分ね、相手長谷川優っていうのをシュートしたんですけど、はい、長谷川優の周り3人か4人ぐらいで囲んでたと思うんですけどね、だ見てる方も点が入るとは思わなかったんだけど、しかもそのなんとかこう勢いつけて入ってきたわけでも何でもないんで、あ、ただそこに行ったなみたいな感じだったんだけど、なぜか前でお見合いしましたね。ね、あまりさんも小学生でもやらないと言われて、ね、言われてもしょうがないかもしれない、ね、きついかもしれないですけどね。そうですね。これがなんでかね。ね、これ中川さんはシーズン前にまさかこのような結果になるとはどう思ってましたか。いや、こういう風になるかって言われたら思ってなかったですね。ただね、一つ心配事があった、はい、心配事があった。それはなぜかというとね、まずね、うん、J2 でポゼッションサッカーをやって J1 に上がったチームってほとんどないんですよね。最近はだいぶね、その J1 に上がっても、はい、こう簡単に落ちてくるパターンが増えてきたんで、 J2 もかなりこうポゼッションを志向するようになったけれども、やっぱりね、 J2 で勝つにはやっぱりこうどこかでシンプルなんで、ね、だそのポゼッションしてるチームであってもやっぱりどこかこう何だろう、今のアビスが求めてるような臨機応変にやる、いや何でもかんでも臨機応変じゃなくて、繋いでるんだけど何か決まり事がある、こうなった時には誰かが走るとか、こうなった時にはあっちに出すんだみたいな、それいくつかのパターンを組み合わせてやってるチームも多いので、まず一つそれに対応できるのかどうかっていうのが、これ一つ心配事ですね。でもう一つはね、これ何人かの人に話してたんだけども、選手たちの経歴見ると、
結構ねそれなりの経歴の選手が多いんですよ今年ね。で単純に練習見てると結構技術的には高い、で単純な春先の練習見てると去年の選手よりも技術的には高いなっていう感じは明らかにしたし、選手たちもそれ言ってた、去年からの選手たち今年の方がいい選手揃った。ただ唯一心配だったのはだけども誰も試合に出てない去年、もう出ててもほんのな数試合とか1試合とかね。だから一番心配だったのはこれだけの子たちが選手たちがなぜ試合にその1試合とか2試合とかあるいは全く出てないとか、だからこれがちょっと良くあるんですね。だから考えられるのはチームに上手い選手が同じポジションにすごい上手い選手がいて単純な順番の問題で出れない、あるいはもう一つは本番には出れない何かの問題を抱えてるかもしれないですね。だからそれがどんな形で出るんだろうというのはちょっと春先心配ではありましたね。セットプレーは、はい、まあこれねセットプレーねやられてますよね。やられてますね、やられてるしやれないし ねもうこれね多分これなんかほとんどね、まあ、これ今マンツーマンでついてるんでね、はい、まあそいつが負けなきゃいいっていうだけの話なんだけれども、こんだけ負け続けるのは単に本人だけの問題じゃないですね。前田監督のポジションサッカーは引きこもりサッカーって書いてあります。いわゆる引きこもりサッカー、これモンジさんかな、これ、はい、前田監督のサッカーがそのように見えるっていうことですかね。まあ引きこもってるわけではないですよね。ボールを持って、要するに単純なこと言うと持ってれば攻められないっていう前に行ってないっていう、そうですね。だから、下がってくるのも前に行くのも要するに攻めるための持ってるっていうところだけど、ただそれが特に前半戦はね前に行くパワーがなくなったんで、だから回してるんだけどどん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 じりじりじり下がっていくっていう当然前に出ていかないとね下がるだけ、持つ位置がどんどん下がってきてますもんね。そうですね、そこはやっぱりね、その辺がこの位置にずっと、だからさっき言ったように詰まったからと思って今度縦に急ぐようにやったら今度はもう中盤省略してボコ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 蹴るようになっちゃったりしたしねその辺がなんとも難しいところですよね。理想のサッカーをする技術力が伴っていないような点点点と、でも気持ちの問題が一番でしょうか、チームを引っ張る選手がいませんねということですね。まあね、アビスパの問題点ということで言うと、どうですかね、やっぱりこう皆さんも分かってると思うんですけど、もう一番もとにかく失点ですよ、失点。もう J リーグワースト2なんで、失点の仕方も悪いし、失点の時間帯もある、ちょっとさっきのフリップ見せますか、はい、ちょっとね、さっき大急ぎで作ったんで、こちら見てもらいましょう。はい。はい、フリーハンドで書いたんだよね。フリーハンドで書いたらには割とうまく書けたかな。はい、OK です。はい、これ時間帯別にちょっとね失点整理してみました。15分3、はい、15分刻みにね。でいわゆるこれ見てもらったら分かりますけど、年間でってことは37試合消化した段階でアビスは59失点してます。で時間帯別に見ると15分以内立ち上がりの時間、それから後半立ち上がりの時間、サッカーで一番気をつけなきゃいけない、一番点が入りやすい時間と言われてますけど、ここを見てもらったら分かるように15分前半立ち上がりに11失点して、で後半立ち上がりに16失点してる。それとあと終わり間際ね、前半の終わり間際、後半の終わり間際、ここも集中力が切れやすい時間帯ですけど、ここでもアビスパは年間で7失点8失点で、横見ていってもらうと分かるんですけど、これがなんとですね増えてるんですね、危ない時間帯失点が。前半は3失点、リーグ戦の前半は開始15分で3失点しかしたんだけど、後期はまだ5試合残ってるのにすでに8失点してる、ね、で後半の立ち上がりの15分間では前半戦は7失点だったのが今もすでに9失点してると。で、前半の終わり間際の失点は減りつつあるんですけども、逆に、終了間際の失点が増える傾向にあって、ここだから良くなってない、まあ、昨日もね前田監督ちょっと言ってましたけどね、僕もあもういいですよ、はい、質問して前田監督もちらっと言ってましたけどね、はい、もうこれ意識の問題でね、はい、課題っていうよりも意識の問題って言ってましたけど、うん、ここはとにかくなんとかならないことには、うん、で
冷静に見てね、はい、そんなにねそこまでねその技術的なこととか、うん、あるいはゲームのコントロールができないほど未熟じゃないと思う選手は、うん、単純に見てで、そうなってくると本人の問題かっていうことになるんだけど多分ね戦術的な問題なんかも内在してると思うんですよね、はい、ただね今で言うと、うん、やっぱそれ以前の問題でもうちょっと本当になんていうかなそのミスやめてくれみたいのをなくさないことにはね、ちょっと先進まないかなっていう感じしますね、うん、しかも試合重ねることに普通良くなるんですけどどんどん悪くなってるんでこれは多分選手も監督もねちょっと分かってない原因をつかめかねてるっていうかなんでまだやっちゃったんだろうみたいなね、うん、感じだと思いますよ、うん、この辺も関係してるかもしれませんね、キョロさん書いてますけどキャンプの時からポジショニングにしろ、はい、ポジションにしろディフェンスラインの不安定さが目立ってそれがシーズンを通して全く解決されてないと、うん、それからニコ25さんかな、うん、監督とコメントで修正しなければいけないといつも言ってるのに全く修正できてないのが監督の限界じゃないかと思いますというですね、うん、まあねこれねすごい難しい問題だと思います、はい、おそらくねその戦術的な問題とかももちろんあるんで、うん例えばその必ず1対1になってるとかね前も話しましたけどゴール前で1対1になってる危険な場所が常にスペースが空いているでそのリスクでそこをカバーできるポジショニングにいないとかねそういう問題あるんですけれどもただねそのここまで続くっていうのはそれだけの問題じゃないような気がしますね。これは本当ねよくこれはもう誰にもわからないけど、はい、おそらく僕が思うのは問題はねチームマネジメントの問題だと思いますね、うん、そう練習の仕方がどうとか、うん、戦術がどうとか言う前に、うん、チームとしてどういう哲学を持ってるのかとか、うん、どういうフィロソフィーどういうね風土を持ってるのか、うん、なんかその前田さんの気みたいな話になってきましたけど、うん、でもそこがね大事なん、例えばねこれなんかねなんかいい例え話がないかなと思ってここの安直に何か例え話しろって書いてあるんだけど例え話が浮かばないんだけどねこれどう言ったらいいかな、うん、例えばダイエットする人ってずっとダイエットしてるずっとダイエットしてるでしょ、はい、ダイエットしてる人ってそれと同じだと思うやっちゃいけないって分かってるけどでこういうことをしたら太るとか、はい、こういうふうにすればコントロールして痩せるんだって分かっているけども、うん、でやれないでしょ、うん、こういうこと永遠にやってますからね。だからその要するに根本的な考え方とか、うん、その哲学とかチームとしてどういうことにこだわるのかということを口では言うし本人たちも意識はするって言ってるけどその意識の仕方が結果として足りてないんだよね、うん、でそれをその意識の自分たちの意識の仕方が足りないレベルに風土とか哲学を変えないといつもみんな目いっぱいに意識はしてるんだけど その目いっぱいじゃ足んなくってそれやっぱり120、130いかなきゃいけないんだけど、はい、いけなくて今の自分から見たらそれは130なんだけど本当はそこは 100じゃなくて90ぐらいかもしれないね、うん、だからその風土を変えないと多分続くんじゃないかと思いますね、うん、皆さん書かれてますね、うん、これ本当ちょっとね漠然としてるところ実はもうすごく大事なことで、うん、おそらくねまあこれスポーツの世界の話だけじゃなくてね、はい、例えば皆さんサッカーファンの方サポーターの方でも会社でそういう管理職されていらっしゃる方いると思うんだけども、はい、全く同じですね、うんうん、だから人を変える組織を変えるってそういうことなんだと思うね。そこをで多分これはもう誰もサボってるわけじゃなくてみんなが何気なくやってるようなところが実は大きな肝になってるかもしれない。例えばですね僕は保険会社にいたんですけど、出来のいい営業マンと出来の悪い営業マンとどこ一番決定的な違いがあるんだけど、はい、どうだった？うん、歩くスピード、おー、だから早く歩けば営業できるわけじゃないんだけど、はいはい、そういうことなの。だ仕事をとにかくこなすために別に今日そこを歩いてから早く歩いたからって一人30秒ぐらい
早く着くだけなんだけど、そういうことやる気っていうこと、そういう無駄をは、うん、そういったものがそういうことで出てくる、うん、だから多分そういうところをねだと思いますね。多分あそこまでミスするほど未熟でもないし、うん、そんなにゲームの流れが読めないほど経験なくないと僕はね思いますけどね。皆さんどうですかね。結構書かれてますね、うん。ネタロウさんとか行きますか、はい、失点する場面は雑なパス回しからパス見せ1対1でロスとしてカウンターされるのはかなり多いそうですね。選手のレベルと目指すべき作家が合ってないんじゃないか、はい、うん、それから、昨日の試合後の前田さんにはとコメントには唖然としました、ね、まあ、これちょっと後でしましょう守備も攻撃も大事な局面で味方のフォローが少ないように感じます、うん、ここで打開できる力はうずまるぐらいだと思うんですが、守備もフリーにする場面が多いですね今年。これも多分だからね選手たちも言ってるんですよ。言ってるけどやれてないっていうのはやっぱさっきみたいなところがあると投げ聞きますもんね、うん、から修正しなければつうか試合後の監督コメントでは選手が、勝手にミスをしていると言っているように私には聞こえてしまうと、監督が私の責任で選手を示してチームを引っ張っていきますと言え、うん、怒りと怒ってますね。はい、今年は我慢できても来年まで続くとプロとして失格と思います。来季も続投で大丈夫でしょうか。すでに心配、すごく心配ですと。今まで J のチームでこういう状況に陥って立ち直ったところはあるんでしょうか。あるとすればどうやって立ち直ったんでしょうか。これね前ね中原さんに聞いたんですよ、はい、でここまで来ちゃうとなかなか立ち直るのきっかけ探すの難しいって言ったんですよ選手って。だから京都もね一回あったらしいですね。もう昇格候補って言われてもうダントツの昇格候補って言われた年にもう全く勝てなくなってってしまいに練習中に選手として喧嘩始めたってアビスパはそれはないですからね、うん、だけどそれがいいのかどうかもまたちょっといろいろ言うところだけど、うん、やっぱりね前田監督の目指すものはバルサ型ポジションのような感じがし気がしますと。今のアビスパの資金力のままでは永遠に実現しない気がしてなりません。これもねやっぱそうで、はい、その全体のバランスをどう見るかっていうのは絶対あるんですよね、うん、理想はあるけども現実があるでしょ。何でもかんでも理想ができるんじゃなくて、はい、で今バルサ流行りだけど、うん、じゃあバルサ昔から強かったのっていうとそんなことないんだよね。で今でスペインサッカーはすごくね燃えて流行されてるけど、スペインサッカーその昔は、はい、あいつら無敵艦隊で大事な試合じゃないとこだけ勝って、はい、大事な試合いつも言われ続けてた期間の長いわけね。私が見てるねバルサはもう美化されたバルサしかないんで、そうそうそう、ワールドカップなんかいつも優勝後に出てくるんだけど、どうせ予選で負けるよと、まあ本当負けるし、ヨーロッパ選手権もさっさと負けるし、だから必ずしもバルサのサッカーがつないでいってもじゃないっていうんですよ。やっぱりその時にいるタレントと、はい、ね、やっぱやるのとかこうやっぱりサッカーでいろんな感じがあるんでマッチしないと、例えばサッカーって分かりづらいとかあるけど、テイさんが見たら分かるよね。そうすげえサーブ強いやつがいるからって、はい、じゃあみんなサーブ打ってりゃいいのかというと、サーブじゃそんな点取れなくったって、うん、そのストロークで勝てる選手もいるわけだし、でいろんなスタイルがあるんでね、どれがいいわけじゃなくて、多分そこのバランスってやっぱりちゃんと取らないと、チームはその一番いいパフォーマンスは出ないかもしれないですね。そのバランスはどこにあるのかっていうのは、本当最終的なところでもその中にいる人しないとね分からないとはね思いますけどもね、それはもう大事なことだなって思いますね、うん、そういう意味じゃ ねこれからどうするかってこともねそれ大事なんですけど ね前田さんは頑張ってるんだろうけど相手の方が対策ができている、うん、うちが一つ進む間に3つ進められてる。これさっきちょっとこれ見せてもらって、はい、これ多分ね失点が増えてますよね。失点が増えてて危ない時間帯の失点も増えてるでしょ、うん、これねアビスパの出来が悪くなったわけじゃないと僕は思います。うん、向こうにバレたんだと思う、やり方単純にあそこに蹴ったら空いているとか、うん、だから岡山なんかも点取っても喜んでなかったんだよね相手が、うん、特に監督なんかがね、あらどうもだから花からそこ行って点取れっていう、うん、そういうことだったんで、別に万歳ってよりもよし予定通りだからもう一点行けみたいな感じだったんだと思うのね。それはね特にサイドバックの裏側っていうか、はい、よく多いのがねこう8でわーっとこうギューっとこう攻め込んでって、うん、なんて言うんだろう
こうオーバーラップとかじゃなくてこう8人が相手をこう抑え込むようにこうギューッとこうプレなんかこうのしかかるみたいにグーッとこう8人がこう出ていってポジションしてて取られた瞬間にボンとサイドバックの裏に蹴られると、そうセンターバック2人しかいないんでもうその時点ではでこの2人がこうボールに寄せてくるとドンと反対に蹴られてそこ ね、そこに1人が相手が走ってきてそこでっていうパターンが多い。だからもう最初のところで後手踏んでるんで、だからあれは多分ねそういうシーンがあの松本山雅に点取られたやつは全部それね。ああですね、もう明らかにあれそれまさに狙われてると思うね。そうですね、大宮、そう大宮はね確かに今ちょっとフリップ出てますけど大宮も徹底的に2人で大外狙ってましたよね。こっちは渡辺大吾かな、あのかなり目立ってましたもんね。ただあのなんでロスタイムまで 0-0 でいったかっていうと大宮がアビスパとよく似てたから、チャンスになっても下げるチャンスになって目の前に来てくるともう勝負せずに逃げる下げるが、ね、でもあのね昨日あの試合も話してたんだけど、はい、あの大宮が天皇杯向けにアビスパのことを徹底的に分析したとは思えないですね。ビデオは見たかもしれないけど、そう徹底的にしてるわけはない、だそのぐらいあのこう簡単に分かってしまうような、その穴がいくつかやっぱりあるっていうことでしょうね。ただまあそうは言ってもね、これでもとりあえず今シーズンの目標は天皇杯もなくなってしまったし、リーグ戦の昇格もなくなって、まあ、あまり考えたくないですけど、とにかく J2 で戦う権利はね、早く確保しなきゃいけないんだけども、どうするかってことですね、これね。そうです。これから何をしていけばいいですかね。多分このまま見てたらずっとこのままだと思います。あの37試合やって変わらないわけでしょ、そうするとこれ70試合やっても変わらない。だから何て言うんだろう、同じことをね継続するってすごく大事なことなんだけども、その前提には正しいねその努力を続けてるかどうかって一番大事で、道が間違ってたとしたらそこは直さないといけない、で今ねアビスパはねとにかくやんなきゃいけないのは何かを考えるね、どうしようって考える前にまず現状で認識をこう正確に行うことっていうのが大事だと思うんですね。例えば観客減っていると、で当然のサガン鳥栖も J1 に上がってるんで J1 のチームが電車でね20本行きゃ J1 の試合が見れるわけなんで、当然その J1 の試合に流れてる人いるんだけども、じゃあ本当にそれだけなのっていう、その正確な認識が必要ですね。隣に J1 できたから減ったけどしょうがないっていう、もちろんそういう要素もあるけども、本当に全部そうなのか違うのか、そういうふうに一つ一つね正確な現状認識しなきゃいけない、まず。でその上で、はい、じゃあ何が問題そうなっちゃったのかっていうこともやっぱきちんと整理しなきゃいけないと。ここ謝るとまた進む道が漁った方向行ってしまうんでね。でまあ、さっきから監督問題も出てますけど、はい、僕は思うんだけども、この後に及んでね先般探しとかしたって何の意味もない、それとか結論ありきの議論は絶対にやめた方がいいです。だからその監督解任ありきとか監督続投ありきとか、どっちにしたって結論はこうだって決まった議論なんてろくなことではないんで、人間って誰でもそうなんだけどね、僕らでもそうなんだけど気をつけなきゃいけないけど、はい、結論ありきで議論するとそっちに行くような理屈しか出てこない。答えはさっき、答えは決まってるから、ね、で自分が決めるからどうしても人間ってボヤボヤがあるんで、はい、自分をねこう守ってしまう。だからもうそういうことを全部外して、正確な現状認識と正確な分析と、じゃあ、どうしようかと、そうしていくとね、はい、その別に監督だけじゃないですよね、いろんなことが見えてきて、今のままでいいっていうセクションもあるだろうし、今のままじゃまずい、でみんなも監督のことがパッとこうね頭浮かぶし、まあ、話もしやすいんですけど、もしかしたら当然選手のことも出てくるし、もしかすると会社の組織がねやっぱ限られた人数やってるわけだから、今みたいな組織でじゃなくて違う組織に変えた方が例えば営業面でもそのいろんな面でも利用的に動けるんじゃないかとか、そういうことが出てくると思うね。だからそういうことも含めて結論ありきの議論じゃなくてもう一回考えた方がいい。だから例えば事務サイドいじらないなんてことも考えずに、
なんでそうなっちゃうんだろうということをね、それはとにかく今一番大事かなと、うん、でそれができた時、それが出てきて、さっきちょっとね、田中さんもおっしゃってたけど、はい、だけど現実的な問題があるんで、じゃあその中で自分たちに何ができて何ができないのか、それ考えなきゃいけないですね、はい、で何ができない理由は できることはいいんだけど、できないって結論になった時はその理由を探さなきゃいけない、うん、なんで、まあ、一番分かりやすいのは、例えばそうは言っても金がないよね、うん、で終わっちゃったら終わるんで、じゃあお金増やせばいいんじゃないの、どうしたら増えるのって、そういうふうに考えていくことが、ね、今一番大事だと思うんですよね、うん、でそれを踏まえた上で、はい、何をすればいいのかという結果が出てくる、うん、例えばお金がないって言って一番終わっちゃうんで、お金がないけどお金が必要なんであれば、じゃあどうやったらいいんだと、ね、今のシステムでお金集まってこないんだったら、もしかしたらもうスーパーの営業マン雇ったらいいかもしれないね、うん、あるいはどっかもう行っても独立しても金もらってもいいかもしれない、うん、その手段はいくらなわけないって言ってしょうがないになっちゃったらそこで終わるんでね、ですよね、ない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 って言ってもそうキリがないですもんね。今お金は分かりやすいから話したんだけど、それはもう何でもそうだと思う、はい、選手も監督も、うん、会社の中のね、はい、組織もね、でそうするとその結果でね、うん、チーム編成って決まる、うん、誰を監督にしようか誰を選手にしようか、はい、自分たちやることが決まってから監督選手は決まるの でとにかくその先発探しと結果歩きの議論だけはやめて、本当に正確な現状認識してほしいなっていう、感じがしますね。だからいろんなことね出てくると思いますよ。さあ皆さんいろいろね、皆さん今日、どこまでさっき見ましたか、こちらに行きましょうか、ここかな、ガンノスでは相手の対策をしているのでしょうか、私は結局の時は自分たちの練習しかしてないような気がするんですがどうでしょうか。傾向としてはね、はい、そんなにやってないと思います、うん、やってないわけじゃない、やってないわけじゃないけど、要するにその監督さんによってはそればっかりやってる監督もいるし、それよりも自分たちのやることを徹底したいという監督もいるし、そこはもう色でしょうね、まあ、結果出なきゃ言われます、それは逆に例えば相手のことばっかり見て、今なら言えるけど、今度札幌の監督のお辞めになりますけど、石崎さんは、大分トリニータを初めて J リーグに上げた監督さんなんですけど、はい、3年間ぐらい沈み見したかな、うん、もうとにかく相手のことしかやらない、うん、だから相手に対してどうするかって試合ばっかりやってる、だから絶対3位にはなれるんだけど、うん、いわゆるもう対等の相手に勝てない、うん、やっぱりその対等の相手とか対等以上の相手になると自分たちの強さはどっかに出さないと負けるんで、自分たちより下の相手には対策しか絶対負けないんだけど、まあ、そんなんで3年ぐらい負けて、途中からだいぶその後サッカー全部変わりましたけどね、うん、当時ね、トスが本当にもう弱くて弱くて、トスにだけは負けない鉄板カードみたいだった、そのトスに対して昇格を狙ってる大分はトス用の布陣ってやつだから、でそのぐらい徹底した人ですからね、そう相手に合わせてという、そうそうそう、自分たちのこと色を出すよりも相手の良さを消すっていう監督でしたけど、前田監督の場合はどちらかというとそれよりも自分たちのサッカーを出したいっていうところじゃないですかね全くやってないわけじゃないです。ただね、念入りにやったのはね、天皇杯の副大戦前はめちゃめちゃ念入りにやってました、ね、負けちゃいけない、まあそうだと思いますね、試合でしたしね、トスとかプレスをかけるときはフォワードがパスコートコースを限定して2列目以下がボールを奪いに行くと狙いがはっきりしてるけど、アビスパは一人一人が悩みなのか、そうですね、うん、これがだからさっき言った形が見えないってやつですね、どこにパスしようかなってます、ね、小麦畑さんがネックレスの糸が最初から切れていてそれをつなげようとする明確意思がどこにもなく、球が四方八方に勝手に転がっていくだけのようなサッカーに見えます、うん、皆さんなかなか厳しい気持ちですね、3時何試合やって変わらないなら何試合やっても変わらない、前田監督に接する能力がならないなら監督答えが一番いいような気がします、うん、僕は思うんですけどね、まず会社何したいかやっぱはっきりしないと誰がいるのかよくわかんないですね、はい、でこれもうね、嫌味でも何でもなく、クラブの人も見てるかもしれないと思う、はい、嫌味でも何でもなく僕思うんですけど、インサイドも実は書いてあるんですけどね、はい、J1 昇格って簡単じゃないですよ、やっぱり難しい、それみんな知ってる、で1年で J1 復帰を目指すチームが去年の中心選手10人以上こう変わりましたもんね、放出してね、はい、で監督はじめスタッフもそう入れ替えした、うん、で普通だったらしないんですね、1年で戻りたいんだったら今までの財産も使うって一番簡単、ゼロからやり直したら手間かかるから、
だけどアビスパはそれしたわけで、で1年で J1 昇格することを目標にしたわけで、だからそこに何かの理由が絶対あったんですよ。絶対だその理由がちょっと今見えなくなっちゃってて、あの何を問題にして胃の貸さえ分かんなくなってきちゃってるんで、そこはね僕ねディスクローズした方がいいような気がするけどね。あ、結果ありの話になりました。クラブとして目指す方向をはっきり示さないと間違った方向に、もうおっしゃるとおり、今も言いましたけど、とにかくクラブとして何したいのかっていうのを一回はっきりさせるのが僕は一番いいと思うんですけどね。で、あのよく議論されることですけど、人が変わったり監督が変わったりってするのは坂が当たり前なんでね、はい、あの前田さんがどんなに成績出したところで、じゃあ10年20年いるのかなんてありえないん で大事なのはね、人が居続けることじゃないです。で特に選手はどんどん変わってしまうわけだから、人が居続けることが大事なんじゃなくって、クラブとしての思想がずっとこうキープできるかどうかっていうところが大事なんで、誰かの監督に任せてその監督に全部やってもらおうとかいうふうな考えがもしあるんだったらちょっと厳しいですよね。だから本当さっきも言ったクラブがきちっとその辺は絶対考えてるはずですから、それディスクローズするべきだと思うんですね。単純サッカーがつまんないから関係が来ない、ワクワクしない強い祝いではないと、そこにまずクラブが気づいているのかなとずっと思ってますと。まあそうですね。それから、昨日の試合の感想は、選手がボールを持ってキョロキョロしてる、オートマティズムがないのかなと思う。バリアノートは、個性的な選手が多いので駒になれないとも書いてあったけど、ああバリアノートってね、はい、あのアビスパのことをいろいろ書いてくる、ブログで書いてる人がねいるんですけどね、はい、うん、個性的な選手が多いので駒になれない、うーん、どうですかね。僕は逆に個性的な選手は非常に少ないチームだと思いますけどね、個性と癖は違うので、個性的な選手は僕はあまりいないと思ってますね、うん、これつい先週シュートの1周年記念であの昇格した時とかね、はい、のビデオ見ましたけど、はい、まあ、ゴールシーン見たんだけど、ゴールシーンだからかもしれないけど、うん、やっぱ、ね、ゴールに向かってる一人一人の選手がやっぱ非常に個性的ですよ。仲間内にしても長里にしても、うん、で、まあ、彼らがそのクラブ行ってね、はい、どうかってことを考えれば、あのなんて言うんだろう、その絶対的な選手は多分ない J リーグの中で、だけどやっぱ彼らの個性が噛み合ったんだと思うんですよね、あの時ね。大分は J1 で低迷してシーズン中に立て直したことがおよそ2回ほどあるけど、あのやり方は金をかけてたな、うん、これ2つでね、お金をかけてやり直すっていうのと、はい、もう一つ僕が現実的に目にしたのは、あの、はい、あれです、名古屋のベンゲル監督が来た年ですね。あの時浅野前監督も言ってましたけど、はい、僕もあの時見ててね、そういう道好きだったんで、はい、あのベンゲルが初めてストイコビッチを重用したの、うん、それまでも本当控えだったりベンチも入らない選手だったんだけど、でそれがね、あのベンゲルが彼を先発に持ってきたので、それ注目して見てましたけど、確かね連敗してね7つぐらい勝たなかったのよ、うん、だけどやり方変えずに見事にその後から連勝して始まった、うん、だから正しい方向に向かって正しい努力をしておけば時間がかかれば必ず成功するんですね。だからそこが難しい。だから何度も言うように何をしたいのかをもう明確にしないとたどり着かない。でこういうことです。こう棒があるでしょ、はい、でここからこう進んでいって、うん、このぐらいずれるよね、はい、必ずここにはいかない、ずれるけど次ね、はい、必ずここを意識しておかないと、うん、こうやってちょっとずれるじゃない、はい、これ許容範囲だからいいでしょ、はい、そう、ここからこのずれたところからまっすぐかつてこういったらここからすごく離れてるでしょ、はい、だけどさっきのところから許容範囲なんだよ。わかる？5ミリ動いて許容範囲でしょ、はいはい、で動いた時点からまた5ミリってみたら根っこから1ミリ1センチ動いてる、はい、だから常に元の位置を確認しておかないと、今いる地点から考えていくと、あ、5ミリだもん5ミリだもんって言ってると気がついたら20センチぐらい離れてるかもしれない。だから自分たちやることをしっかり置いとかないと、現状からちょっとずれてちょっとずれて、はい、いやほんのちょっとだって言ってたら気がついてみたら、うん、もう真横行ったりする、うん、だそこが一番とにかく大事なんじゃないかなと思いますよ、うん、ということで残りもね、はい、時間がなくなりましても、ね、皆さんもいっぱい書いてますけど時間がねなくなってきましたけど、じゃあ残り5試合残ってますが、どう戦うべきでしょうか、ね、まあ、とにかくやるだけ
たいね、ここまで来たら、うん、まず買ってもらわないと、うん、で選手はね今みんな今年1年間やってきたことを見せるって言ってるけども、はい、まあもうそこもちょっとこうそこよりも、うん、もうとにかくねまず選手はねそのありえないことをやめようっていうところだと思うんだ、本当にそこをみんな意識高くっていうけど、自分の思ってるところは多分結果としてでしょ、結果として多分やっぱり低いんですよ、試合の中で。そこじゃなくてもう一歩にも三歩上行かなきゃいけないから、でそれはやれる選手たちなんで、そこをね一回もう目指してもう死に物狂いで5試合やるだけだと思いますね。でもう多くの選手が口にしてますけどね、無駄な試合なんか一個もないです、本当に。でそれはこれ J リーグ始まった時に実は当時の川口チェアマンが言ったんだけど、はい、サッカーは移籍の自由があるからプロ野球と違ってもう人が入ってくるから出てかないけ、入ってきても、だから試合が終わった結論が出たからってのんびりすると他に立ち来て自分が職を失う、うん、でしかもよそから取ってもらえる可能性があるからみんな真面目に最後までやるんだって川口ちゃんも言ったことあるんだけど、いやそれでも本当の話だね、うん、契約の問題もあるから、はい、個人的にはね、はい、それともう一つはもうこれはもう本当にインフルエンスされてるけど、日本サッカーの父と言われるデッドマーク・ラマーさんが、はい、試合終了のホイッスルは次の試合へのキックオフの笛だという有名な言葉を残したんだけども、うん、本当そうですね。もうダメになっちゃって天皇杯も終わってしまったし J1 昇格も可能性はなくなったけども、うん、でもそれはね次の年のスタートなん で、はい、で今ここで頑張れない選手はアビスパは来年 J1 昇格を目指すんであればその選手多分いらないし契約しない、はい、うん、間違いなく。だからそこをとにかくやるっていうことだと思うんですね。それでね昨日も行って今日も帰りちょっとサポーターとバッタリ会ったりしてね、はい、昨日も熊谷ですよ、水曜日にね50度ぐらいいたかな、おあと大宮の人だって来れないっていうぐらいのところへね、はい、でやっぱりね阿部さんのこと大事に思ってる人たくさんいますよ、うん、観客も半分に減って、うん、J2 平均以下かもしれないけど、で僕らもそうだけどね、サポーターにとっても我々にとってもどんな成績だってね、はい、やっぱりアビスパ大事なチームですよ、うん、でみんな何も安っぽい批判してるわけじゃなくって、頭にきて怒ってるわけじゃなくってね、特に今日いろいろ書いてくださってる方はほとんどだと思うんだけど、はい、やっぱりチームに良くなってほしいし、うん、自分たちもそういうチームと一緒にね戦いたいし、でそういうチームと一緒にね悲しんだり悔しんだりしたいわけですよ、やっぱりね、喜ぶこと、世の中だから喜ぶことばかりがあるわけじゃないんで、だからもうおそらくね全体の観客数は減ってるけど もう死に物狂いで多分最後までね応援してくれると思うんで、はい、でやっぱそうは言ってもちょっとなというふうに思うこともあるけど、うん、もうとにかくサポーターの皆さんもねあと5試合全力でサポーターしてほしいと。で今いる選手とね、はい、戦えるのってバスケットはよくあると思うけど、はい、もう5試合だったら選手変わっちゃうんだもん。そうですよ ねスポーツ、うん、だ今の連中と一緒にサッカーできると5試合しかないですよ、うん、頭きたとか言えても5試合しかない、はい、だからこの5試合見れないんですもんね、 そのまま同じような人たちとやるのは、うん、それ僕去年一番痛感して、はい、去年はねサポーターの選手がね10人変わったんですけど、はい、契約交渉1回でパッと変わってるから、はい、僕ら誰とも会ってないんですよ、本当に個人的なって意味じゃないけど、本当にメディアとして大事にしてくれて、僕も選手として大事にしたい人がたくさんいたんだけど、はい、結局誰とも何の話をしないままにもういなくなってる、もう生まれて初めて嫌な思いしました、うん、彼らが契約したかったのは嫌なんじゃなくって、うん、大事に思った選手と挨拶もできない、うん、でもそういうもうしょうがないんだよね、そういう仕組みだから、だからもうとにかくあと5試合ね、そういうことをあって思わないように大事に見たいと思うし、はい、でまたそのいろんな意見はあって叱るべき でただその安っぽい批判はいらないとかね、うん、やっぱりね批判はあって全然いいと思う、だけどその安っぽいそのなんか頭きたとかね、はい、この野郎みたいなこと言っても何も進まないんで、うん、やっぱりチームのことを考えてクラブの考えてで自分のやれることをやっぱりやることが一番かなと思いますね、はい、ということでやっぱスタジアムことだし、うん、僕も練習場に通うことだし皆さんもスタジアムで声援をしてもらうことだし、はい、もうあと5試合しかとにかくないん でそこはね頑張って
ですね、はい、ともにさん、あと5試合、今だからこそがむしゃらしゃさを見せてほしいです、ね、そうですよ、がむしゃらなんだから今年のテーマはね、そうですよ、ね、だあと5試合、とにかくがむしゃらにぜひ見せてほしいです ね、我々のがむしゃらに応援しましょう、はい、ね、フロント皆さんも大変でしょうけど、ぜひがむしゃらに頑張ってください、はい、ということで、はい、次回のお知らせ、あ、次回ね、はい、自分であんちこ作ってて何かでは次回はまた水曜日に戻します、はい、で今週末から、先週末からかな、 BJ リーグ開幕して、はい、ライジンは今週末に開幕しますけれども、はい、再来週はホームゲームありますので、はい、今あのなんとかね、はい、日程調整してもらって来週水曜日出てく来てもらうようにお願いしてますので、ぜひ来てほしいですね、あの開幕間近のねライジンの皆さんをお招きし、はい、できればと水曜日に、放送しますのでよろしくお願いします、はい、それから先ほど言いますけどインサイド第11号、はい、今シーズン最後のものになりますけども14日栃木戦から販売しますので、ぜひね、お買い求めの上、はい、それ片手にそうです、アビスパね応援してください、お願いします、お願いします、マナさん、あ、消えた消えたんじゃなくて、日曜日の試合はですね、私たち RFC も踊りますので、そうです、ハーフタイムに踊り、そうそう、やっと大人の私たちも踊りますので、ぜひ皆さん来てください、ああ、RFC も力入れてくれてね、はい、踊ります、じゃあ最後にマナさんのコメント紹介して終わりしましょうか、はい、アビスパが好きじゃなきゃアウェー遠征なんか行かないと、たとえ負けたとしてもがむしゃらに頑張ってる姿を見たいです、素敵です、もう全員の意見だと思いますよ ね、ぜひ皆さん頑張ってください、素晴らしい、はい、はい、じゃあそういうことで、はい、締めますか今日はね、そうですね、はい、じゃあやっぱり私がまたワンツースリーと言いました、はい、アビスパで締めたいと思います、はい、じゃあカメラでね、正面のカメラでいきましょう、はい、ぜひあの見てくださってる皆さんも一緒にお願いいたします、それではいきます、ワンツースリーアビスパどうも、かけがつでしたけどありがとうございました、またスタジオでお会いしましょう、週末お会いしましょう、はい、ありがとうございます。